自転車親子は今日も見果てぬ夢に向かって走り出す。そう、その先にあるものは愛情だろう。ということで本日も私ループとサナエさんとでハッピーホイールやっていきますよ。これマジでシリーズになったんだな。日本語でお願いします。バリバリ日本語で言ったわ。監督の指示で頭をデストロイな感じにしたんです。信じてください。日大タックルか何か。自転車親子は今日も見果てぬ夢に向かって走り出す。何これでジャグ。ポケットにコイン。それと湯葉とビーマイフレン。友人の前に京都で出そうなもの混ざってんぞ。そして死んでんぞ。死んでんす？言ってねえよ。前のパートのおじいちゃんと違って息子と二人ですからね。より一層捜査に責任を感じますね。珍しく真面目なこと言ってんなこいつ。って言ってるそばから子供殺しそうだなおい。大丈夫ですよ。私の超絶怒涛のプレイにより活かしてみせますから。ジジイの時よりキモい動きさせんのやめろ。しょうがないじゃないですか。安定感ないんですから自転車だと。謎のバランスで動くんですものこれ。それにしたって軟体動物感エグいぞ。もうサナエさんったら。ああ言えばフォーユー。やだ素敵。今パートはサクッとクリアしてしまいたいところですね。え？フラグじゃないですけど。フラグなんですね。わかりました。ここから始まるサクセスストーリー。あのまだネタやってる途中に死なないでもらえます？これはひどい。自転車ナイス。懲りずにやっていきます。謎の忍耐を身につけたループちゃん。そしてログアウトする息子さんと生きてることが不思議な状態のパパ。ようこそ地獄へ。この夏最大の恐怖があなたを襲い損ねる。損ねるのかよ。なんか腕発射したけどパパ。パパさん軍事兵器説ありかこれ。もうこうなってくると人間じゃなくても驚かないけどね。動いてるのが奇跡だもんな。それはちょっと何言ってるかわからない。なんでだよ。すこぶるわかりやすかっただろ今のコメント。すこびる気が割と高かったイベント。言ってねえよ。っていうかここほぼ必ずぐるんぐるんしながら行くよねお前。回ることで意外と安定するんですよあそこ。その動きで安定言われてもな。今思ったけどこれ子供いない方が動きやすいんじゃね。世帯を持たない方が確かに動きやすいですよね。うんループよ私そういう深刻なふりをしたつもりなかったんだが。って言ってる間に死んでるんだが。うん、あ、ごめん、ほんとわざとじゃない、許して息子よ。これお前も落下するんじゃね。ほんとかぁ。諦めない心が大切なのです。きっといつかクリアできると信じて。見てください。心なしか息子さんにも闘志が芽生え始めてます。だるんだるんなんですがそれは。そこは見なかったことにし続けてください。都合良すぎはロタ。ていうかマジでそろそろクリアしてくれ。わかりました。くわーバカコノバカしかたないじゃないですか。今度こそ決めてやるんだから頼むぜほんと。いい加減クリアしないとコメント欄に下手すぎわろたとかゴミすぎわろきとか大根おろしとか書かれるぞ。なんか焼き魚に合いそうな米が最後にあった気がするのですが。気にするな。いい加減この親子にゴールを見せてやってほしい。そして抱きしめてプナイ。やべえなんかマジでループ色に染まってきてる気がするわ私。なんか言った？なんで聞いてねえんだよ聞いとけよ。実際聞いてなくてもなんとかなるんじゃないかなって思って。やる気のない大学生の真似やめろ。ていうかここ成功したの何で初めてだよなお前。これいけるんじゃね？どやーしね。さあようやくこの時が来ましたよ皆様。自転車親子の長かった冒険にもついにゴールが来るのです。という名のね。続く。